早速だが本題に入ろう。あんたが絡まれた危険の遺産アイスワームについてだ。封鎖機構だけなら企業が手を組めばなんとかなるかもしれないが、あの化け物は規格外だ。数で当たってどうにかなる代物じゃない。厄介なのはそうだね、常時展開されているリアクティブシールド、コーラルの指向性を応用したものだろう。通常兵器では太刀打ちできないと思っていい。そこでだベジター、私がシールドをこじ開ける獲物を作る、その手伝いも兼ねて仕事を頼みたい。場所はグリッド012、開発初期に作られた崩落寸前の区画だが、そこに私らを裏切りラッドを抜けた救いようのないクズが隠れ住んでる。クズの名はオーネスト・ブルートゥ。 AC ミルクトゥースはうちで組んであった機体だ。欠点は乗り手がクズなところだね。奴はラッドから金と技術と私がこっそり組んでた秘密道具を持ち逃げした。その秘密道具がアイスワームのシールドをこじ開けるのに必要なのさ。準備はいいかい、ビジター。ブルートゥーを消すんだ。そうすればみんなが得をする。楽しみです。
かしい人です。シールドを展開している機体で場所でしょうか。撃破目標の AC が付近にいるはず。新しいご友人、さあ楽しみましょう。デレーテ、ハーラ、あなたはいつも私に新しい出会いをくれる。素敵だ。黙らせてやりな、ビジター。ジェネレーターの甘美な調べ、ミルクチュースも喜んでいます。あの AC を持ち帰ってきて、あなたじゃないよ、ビジター。イテム、ダンサー、バーテル、でしょうか。撃破目標の AC が付近にいるはず。新しいご友人、さあ楽しみましょう。デレーテ、ハーラ、あなたはいつも
しました。死んだみたいだね。よかったよ。さてビジター、釣られてる秘密道具を回収するとしよう。化け物退治には欠かせない代物さ。新着メッセージ一件。ラッドのチャティスティックだ。お前のおかげでブルートゥーは死んだ。ボスは工房にこもってレールキャノンをいじり倒しているが、あれほど気分の良さそうなボスは見たことがない。要件はそれだけだ。じゃあな。